踊ったチームはですね、昨年の、よさこいソーラン祭り、という北海道のすごく大きな祭りありますけど、そこでなんと大賞を取ったチームです。今年もファイナルステージに上がって優秀賞を獲得していました。そして続きまして、この千葉地元ですね、新宿小学校を地元にしてます、千代連北天会というチームです。千葉によさこいを広めるためや、ために活動しています。毎年、ここでですね、中央公園では何度か踊らさせていただいております。今年のテーマはプロセス。皆さん、このよさこいを始めたきっかけ、僕は感動なんです。見てて感動して、なんでこんな大人数がどうやって練習したんだろうって思ったらよさこいを始めていました。そんなね、プロセスをどうしても皆さんに伝えたい。そして皆さん、今いる皆さん一人一人に親がいるようにね、それぞれその命をつないできた歴史があるじゃないですか。そういったものをですね、感じてもらえる演舞をしたいと思いました。こんな時代ですから皆様にきっと届くと思います。それではいきます。千葉のよさこい2024年の千代連北天会、いざ。
秋よ。ダブル。はい、千葉のよさこい千葉連も来てきました。皆様に少し気持ちが伝わったでしょうか。ありがとうございました。